とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今シーズンも釣り竿で行ってみましょう。22階が結構難しいのよね。そこは、多分釣り竿だったら、余裕な気がする。まあ、とりあえず使ってみましょう。ちなみに15階の報酬です。その手前にカトラスがあるので、カトラスと、組み合わせれば間違いなく強いでしょう。では、行ってみますね。ちょっと待って、エンチャントは。まあいいか。行ってみまーす。まあまあ、問題はないでしょ。全く。全然余裕で倒してはいけるはず。おい。ちょっとね、エンチャンターが多いのよね、ここ。チックキーパーも、まあまあ余裕でいけるっしょ。もしもキーパーが来たとしてもね、速攻倒せるんで。まあ、全く問題ない。よし。トロッコに跳ねられない限り、やられることはないんじゃない？終わりかな？クリア次で両刃物は使えないのでこのまんまかで、ここも結構 HP 高いやつ出るんだけども問題ないっしょ。よし、ちょっと待てよ、危ねえよ。さすがにタワーレイスとの組み合わせで毒をもらっちゃうとまずいかな。それだけはまずい。じゃあ、うん、一気に行けて気持ちがいい。あとは雲が何匹かいるだけでおしまいでしょ。余裕すぎる。うん、まあまあ若干 HP 減ったけどいけるね。天、いや、カトラスの方が断然強いね。うん、確定900のダメージなんでカトラスの方でいきます。テンペストは使えたよね、釣り竿が。でも一発目のダメージで、連続で入るからダメージはこっちが上。旋風も入るしね。やっぱ釣り竿の時は旋風衝撃か、これがもう間違いない。来い。危ない危ない危ない。でもタワーレースだけはね、要注意。これあれだな、タワーシーカー別に使わんな。ボスで使えばまあまあ早くは倒せるんだろうけど、別にいらんねえ。でここは防具を上げますよね。あとあとなんかあったっけ？いや、サイスがあったよね。確か。サイスがあるんで、いいかな。まあ、エンチャは何だったか忘れたけど。いいです。そのまま行こう。エンチャポイント11。結構余ってるけど。問題ないでしょう。行くぞ。途中詰まった。詰まったけど、まあ余裕。あー、変えても全然強いね。変えよっか。うん、一発1500出るんでメイスの方がダメージ与えれるね。で重力入れ、あー、輝き入れて回復した方がいいか。あ、違う。吸血があるなら、もう吸血でいいや。うん。吸血虚無の、重力だ。OK。問題ね。さすがメイス。火力は素晴らしい。
比べると若干リーチが短いのかな。いやそうでもないか。いや短い短い、うんうん、リーチ若干短め。いやでも最後の3発目はリーチ長いんだよね。リーチと火力が3発目ではグッと上がる。散らばった敵はもうパワーシェイカーつけて一発ずつ殴っていった方が早いね。はい、悪い。んでもう、ああちょっと待って多分愛のメダルないとね結構きついのよねこの22回が。そんなでもボス戦が若干時間かかるようになるか。いやかかんないね、かかんないね。オッケー。いやしかし入れるエンチャントねえな。まあ吸血を3ぐらいにしとくか。はい、オッケー。実験これね敵の多さやろ、ここがきついのよ。よしちょっと待って、あなる、あ待て、おい固まるなって。あそこの、ね、エンチャンターの数も結構問題なの。いけるやろ、いけ。よし、やっぱ愛のメダルないと結構きついかもね。ここは水竿があったとしても、うん、よかったよかった、取ってきてよかったわ。いや意外と吸血で回復するからいけたか。うん、なんかいけた気はする。でもまあボスもね連打すれば速攻倒せると思うんで大丈夫でしょう。そうそう、うん、やっぱ雑魚戦がきつくなるね、釣り竿をないと。あぶね、オッケー、いけ。釣り竿があってもやっぱこの雑魚戦はきついわ、おそらく。よしよし、うん、結構減るもん。あ、まあ吸血ではね、回復するよ。回復はするけども。いや、それでもっていう感じだ。終わり。よし、あったあった。1800。あ、で、しかも、エンチャントが素晴らしい。コグはね取れなくなるんだけども、まあまあ間違いなくこっちだろうね。最後まで使っていけそう。衝撃波雷決定の、まあそうね、共鳴入れとこうか。ソウルもまあそこそこ溜まってるんで、クリティカル出そうな、出るなこれ。あ、これは余裕だわでも衝撃波が入った釣り竿は強い、うん、これは余裕間違いねえ。共鳴も入れていいね、共鳴も、うん、ソウルマックスになるんで共鳴入れていって良さそう。余裕すぎ。弓を変えたいな。あぶね。ああ、あいつがちょっとそっちに行ってる、そっち行くなって。おーい、オッケー、24クリア。次、うん、なんか弓いまいちだな。いいか、別に弓で戦わんならいいからね。どこだったっけ、コグがないと、コグがあったら結構余裕でいけるところがあったんだけども、まあ釣り竿にはいけるね、問題ない。衝撃波でなんとかなるっしょ。しかし敵の火力は結構ある、敵火力結構あるな。
で25回終了。いらんね。あ、いや、ハープーン持っていく。うん、ハープーン持っていけ。で、虚無3入れとけばいいっしょ。あ、重力も入れとけ、ついで。あー、共鳴も3まで入れれるね。入れれる入れれる。ハープーンはね、使うのであれば変更を入れたい。ハープーン変更めっちゃ強いからね。これ なぜこのノックバックがいいんだよね、ハープーンはね。めちゃくちゃいい。でさらに重力が入ってるから遠くで足止めができて、ね、でここでサンゴのブレードは取らない。これ絶対弱いからね。113で547だよ。めちゃくちゃ低い。エンチャントもまあうんうんうん、まあ雷でダメージ稼ぐ感じになるのか。いらない。27回ね。あー、いった。思いっきり落石の真下にいた。はい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 、まあいいハンデだよ、いいハンデだ。いや、やばいなこれ。回復しとかんと、回復しとかんと多分やられてる。まあ痛くなったこのハープーンでね、打ちまくってなんかしようよ。オーケー。あ、そっか、手段がついてないからこんな感じか。いけ。あーごめん、これも特に問題ないね。すぐにまた愛のメダル使えるようになるし大丈夫っしょ。やーばー、あープレイ絶対やばいと思った。終わり。いや、まだかい。はい、27、おしまい。あと28でおしまいですね。あー、ここでメイスも出るんだ。2400、2500か。火力はあるけど、エンチャントがね、いらない。でもこの衝撃波がね、強いんだわ。衝撃波がどうしても強い。OK。止まってた。いっけ。よし、問題ない。おーおーおー、ノックバックで落とせる。いいよ。これで最後か。よし、終わりだな。楽勝。ガントレット使わない。うん、となるともうここは武器だね。武器を上げてもう一気に突破しましょう。消費は多分相当ダメージが出るんじゃない。うん、まあこれ単体でのダメージも結構出そうだけども、あ、共鳴3してないね。で3200単体ダメージがね。で衝撃波が2400。おお、一振りで5000、まあ6000ぐらいダメージ与える。これ速攻倒せるよ。まあまあ最初無敵があるからね、速攻ってわけじゃないけど、でも問題なく倒せます。ああ、危ないところに当たったな。いるの。はいはい、まあそうだろうね。うん、ボス戦楽勝。まあ道中も全然
いいっすね。やっぱり釣竿強いです。今シーズンもまあまあまあかなり適性があると思いますね。では報酬を見てまいりましょう。どうだ。うん、よくない。え、ちょっと待って、あー悪くはないか。いや、まあまあ一応取ってもいいな。こっちは、うん、あ、爆発のリフレッシュ、いいよね。無限ダイナモでいいよね。はい、まあこれ取っときましょう。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。